はい、どうも日暮しなまずです。今回はこちらのねモンハナシャコの大きい方、大きい個体の方がなんかせっせとね引っ越し作業っていうか改築作業っていうか、なんかそんなことをやっていたんで、まあそちらの方をね観察していきたいと思います。まあちょっとね電気をつけたことで作業をストップしてしまうかもしれないんですけど、とりあえずね動画だけ回しといて、どんな感じでねやっているのかっていうのを、見ていけたらなと思います。では、観察開始。引っ越し作業をね行っている状態からだいたい10日ぐらいが経過しました。まあ、自分もねあの状態からあまり特に家を変えることはなく、ここの土管ハウスの中に住み続けるのかなって思ったんですけど、どうも引っ越ししたっぽいですね。あれからすごいね砂を掘り進めて全然違いますよね、最初のレイアウトと。前面にすごい砂を寄せて、で、後方にこう穴をね、建設して、そこで暮らしているみたいな感じにしています。うん、まあ
大体ここの土管にいる時と、ここの、まあ、外側にいる時は5対5ぐらいかなっていうイメージがありますね。まあでもね、こう気に入った、車庫マンションを完成させることができてよかったんじゃないでしょうかね。やっぱりこっちにも入るんですね。やっぱメインの家はここなんですかね。かなり入り口が塞がってて、なんか前よりも撮影しづらい感じになってるんですけど、まあ、可愛いっすよね、こう見ると。で、こっち側、小さい車庫の方はまあ普通に前と同じような感じですね。こっち右側に砂をね、盛る癖があったんですけど、なんか最近はなだらかになってきた、気がしますね。よし、じゃあちょっと餌与えてみましょう。今回はね、いつも通りアサリ与えていきます。マガキガイがね、とても邪魔をしているんですけど、なんかマガキガイってなんで襲われないんですかね。それがいつも不思議なんですよね。ほい。あ、飛んで帰ってきましたね。では次にね、大きい方に与えていきます。ベストなポジションはここですかね、うん、あ、やべ、ちょっと落としちゃったんですけど食べてくれましたね。パンチしたっぽいですね。パンチする動画は細かく記録したものが、他の動画であるんで、そちらをご覧ください。今ね、2匹がすごい車庫パンチをしててパンパン聞こえると思うんですけど、まあ、気にしないでください。今回の動画はまあこちらの大きい車庫の方が引っ越し作業を始めるっていうことで、動画を撮影していました。まあどちらかというと、まあ、車庫を飼育するとこういった仕草を見ることができるっていう、まあ、コンセプトでね、動画を見ていただけたらなと、思っています。うん、まあこう車庫っていうのは目がいいので、先ほどのようにこう手を左右に振った時に目で追ってくれたりとか、あ、出てきましたね。まあこれ外敵を見る目なのかちょっとわかんないんですけど、まあそういう仕草もね、とても可愛かったりとか、あと車庫パンチっていう車庫独特の、まあ特技をね披露してくれたり、あとは引っ越し作業でこういうところをね、掘削している姿をね見ることができたりと、かなりね面白いことをっていうのが観察できるんで、まあとても車庫を飼育してて、楽しいなと思っています。はい、ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。